帝国歌劇団中国花組のメンバーが新年の挨拶に来てくれた。司令、明けましておめでとうございます。ほら、夏美と萌美も喧嘩してないで新年の挨拶を。この人たち仲悪いんだ。お初にお目にかかるんですけど。夏美くんと萌美くんはなぜ喧嘩を？夏美くんと萌美くんがイチャイチャしているってやったら怒られそうだな。なぜ喧嘩を？ダメだ、私のロック魂にかけてこれだけは譲れねえ。嫌だ、こっちだって剣士の魂にかけて譲れないぞ。餅つきにはリズム感がいる、私がやるべきだ。嫌だ、キネを振る動作は剣術に似てる、あちしがやるぞ。あちし、もう二人とも。ねえ夏美、お酒飲んだよね。ということは二十歳以上。危ないからお餅は萌実がついた方がいいと思う。はあ、そりゃねえよ。20日、正月は無礼講だろ。夏美が怒られたぞ。萌実はおせちを食べ過ぎ、食べ過ぎは体に悪いって有野さんも言ってたよ。流れ玉が飛んできたぞ。お正月は年神様を迎える大切な行事だから二人とも喧嘩せず仲良くしてほしいな。年神様が僕と20日くんを結んでくれないから気持ち悪い。よく言えるな。そのようなご神託はありません。たく仕方ねえ、キネは萌実に譲ってやる。その代わりにソウルを込めろよ、司令のためにな。僕のために？あの実はですね、司令につきたてのお餅を食べてほしいって、中国花組のメンバー全員同じ意見だったんです。おう、去年はお世話になったし今年もお世話になるぞってな。すいません、まだお世話になってないです。まだです。2章まだ始めてないんです。まあそういうこった、また熱い1年を送ろうぜ。お餅を食べて英気を養ってください。どもるタイプ？司令にとって今年が素敵な1年になるよ。はい、みんなでお祈りしてますから。メインストーリー第2章、死の志知るせし志士たち。なんか早口言葉みたいだな。第2章、死の志知るせし志士たち。 BGM が違う。第1話、夢なき少女じゃいられない、夢見る少女じゃいられない。石、なんて読むんだ、石東海峡。姫香の勧めで、茨の先生を訪ねる帝国歌劇団一行を待っていたのは新たな乙女たちとの出会いだった。第1話、夢なき少女じゃいられない。いよいよ九州ともおさらばか。寂しいよ、もうお別れなんて。シノ？まだ泣いてたの？九州のみんなと一緒に旅がしたかったよ。まあそれはありますね。でも大所帯になっちゃうから。スパロボみたいに1キャラ1セリフぐらいしか喋れなくなっちゃうから。じゃあここでお別れだな。九州の復興と守りは任せてください。政府が新総督を派遣する可能性があるならば最新略にも備えねばなるまい。もし、ところであなたたち山口県に向かいますのよね。でしたら訪ねてほしい方が。ふんふん。政府に革命運動を起こそうとしている先生か。同じ志を持っている人って言ってたな。司令みたいに霊力が高い乙女を口説いて集めてるって。じゃあ乙女じゃないのか。そう、
姫香ちゃんが、うう姫香ちゃん、おい、いつまでも泣くな。それに言い方、司令が女たらしみたいっしょ。ともあれ、戦うにあたって戦力が必要なんだからさ。まずは先生を訪ねて共同戦線を申し出る。そして仁義を取り戻して講演しよう。はい。それが帝国歌劇団ですからね。ところで先生ってなんて名前なのかな。さあ、茨の松林館にいるとしか。ふんふん、萩だった。茨じゃなかった。萩、おはぎ、なんか美味しそう。やれやれ。おはぎは関係ないからな。にゃあ。反応あり。戦闘なしだったのか。珍しく。少林館。クエスト2。友軍を先方に設定した場合出撃できません。あー、このクエストは友軍がないっていうことか。じゃあこの第2章のキャラを入れるのはまだ早いから、リン君にしとこう。到着。横の絵面あったんだ。少林館、古風でおしゃれな建物だね。ちょっとくたびれてるけど。姫香情報だと先生は少林館の離れにいるって。ん？離れってまさかあれ？ボロ。これはなんつーか、うん、オンボロだね。はあ、はっきり言うなよ。しかし人の気配がないな。まさか後期に襲われた後とか。敵？銃？ロボじゃん。ゾイドみたいじゃん。げ、本当に出た。って後期じゃない。なんか鉄でできてるし。司令、どうします？ドレスは車ですよ。僕が運んでくる間に。シノ君、敵の攻撃を防ぐんだ。風花君、支援を。シノ君でしょ。ワンちゃんの牙を防いで見せます。生身で。そりゃそうでしょ。このワンちゃん硬い。おい、生身で無茶するなっての。ん？あれは、お、旧式。ほら、あたしが相手だよ。誰？あれって、お、ありゃ漁師かっちゅうだ。漁師水晶なくなったのになんで動いてるんだあれ。狙いは先生の書斎か。させねえよ。あそこにはな、先生のソウルがこもってんだよ。これロックのやつだ。夏美ちゃんだ、夏美くんだっけか。出た。あんたら大丈夫か、怪我は。スタイルいいな。大丈夫、助けてくれてありがとう。しかし刀で騎兵に切りかかるとはね。鉄を切ろうとするなんてロックだなあんた。ん？騎兵？ん？知らねえのか、総督の兵隊だよ。ああ、そういやマモンもそんなの連れてたな。マモン？あんたら九州から来たのか。まあそんなようなもんだね。なるほど。じゃあ改めて、私は長戸夏美、ロッカーだ。ロッカー。20歳。あ、やっぱりね、酒飲んでるからな。漁師甲冑を操るロッカー、なんかむちゃくちゃだな。大厄災で大半の漁師水晶がなくなったってのに、一体どうやって動ける機体を調達したのやら。ロッカーは気合だぜ。そんな理由？実際のとこは先生が作ってくれたからくりさ。登場者の霊力で稼働する独自の蒸気システム。長時間動かせないし、活動範囲もこの辺りだけ。
それでも奴らと戦える最高にロックだろ。え？さらっと言ったけどすごい技術だぞ。お母さんの機体みたいなものかな。ああ、まさになでしこさんの量子甲冑と似た仕組みかも。ところで先生って、時田松林先生。私は先生の弟子さ。時田松林、不肖のな。お初にお耳にかかる。先生がさ、気にしてたんだ。政府はタワーを建ててから不穏な動きをしている。鬼や騎兵に対抗するには乙女の霊力が必要だって。それで霊力が強いらしい、あたしらを集めてた。政府に反旗を翻し、革命を起こすためにな。どうしよう。なるほどね。その時田何菓子ってのが探してた先生で間違いないな。うん、そうだね。ん？先生を探してた？そういや、あんたら何者だ。そこにえらくでかい車が止まってたけど。私たちは帝国歌劇団。先生さんと同じ思いで日本を奪還しようとしてるの。は？帝国歌劇団？おいおい、そんなもん。先生はとっくに亡くなったって。復活させたんだよ、日本を取り戻すために。あ、じゃあ旧帝国歌劇団出身かも。聞いたことねえけどな。ともあれ、まずは戦力一人、あたしらと一緒に戦わない？あと歌劇も。そうだ、ロッカーだから歌好きだよな。それとね、お芝居は興味あるかな。どうかな。あとは怒涛の松林先生に合わせてほしい。松林先生をロックに紹介して注文。ざけんな！いっぺんにしゃべるな。それにトゥーレイトだ。ちょっと遅かったな。え？ファン。デミ。ちゃん、しつこいやつらだ。なんでちょいちょいシノ君と風花を分けたがるのか。風花君、戦わないし。シノ君、僕らも行くぞい。夏美ちゃんを助けましょう。シノ、ドレスの準備バッチリだぜ。ありがとう。指令。指示くださいです。鉄だろうと切り払ってやれ。え？さっき切れなかったのに。やれやれ。ドレスならいけるだろう。漁師ドレスなら別だっての。ほら行くよ。ツツジ君。自由と独立のため。おお、敵かっこいいな。進軍開始だ。完璧ではまだ足りない。味方全体のクリティカル率を 15% アップの3ターン。支援か。3ターンか。練習は欠かさない。すげえ武器だな。何あれ。一応応援しとこう。行くぞ。やる気充実。好きにしろ。了解。攻め込みます。ポカポカします。ふぬぬ。うん、いくよ。なんか全体っぽい感じがする。が決めだ。次の曲。これならいける。あ、勝手にスキル使ってる。了解。攻め込みます。ポカポカします。ポカポカします。せい。うん、強めに。強いな。差が決めだ。次の曲。装填完了。あー、サムライアンジュのあの護符が発動してるのか。攻め込みます。ポカポカします。ふっかーつ。来るぞ。完璧に決めてみせる。嵐のように激しく。空を包むように壮大に。完璧のその先へ。そんなにすごい演奏か。ご飯まだ。演奏と何の関係が。上々の戦果だ。パフェをおごってくれてもいいんだぞ。指令。
多少はできるじゃねえか。おうさ、聞いて驚け。この機体は量子甲冑の進化系。遮られそう。量子甲冑を改造した量子ドレスさ。ドレスね。へへ。仲間になったらあんたのドレスも作るぞ。いらねえよ。私には先生がくれた量子甲冑がある。それにドレスはロックじゃねえ。バカにはしねえけどよ、ヒラヒラしたのは苦手なんだ。ヒラヒラしてるけど君結構着てみるといい、きっと似合うぞ。私はロッカーだぜ。フリフリのドレスを着た女優さんにはなれねえよ。おいシノ、着替え終わったか。え、一回一回あれ私服に着替えてんの。うん、お待たせってあれ。そういえばこの敵払ったのに人間に戻ってないよね。多分戦闘服に着替えるときは一瞬なんだよな。確かにマモンの古文マシンみたいなからくり人形かな。あんなに愛嬌はないけど、でも後期じゃないんだ。後期は最近見てねえよ。代わりにこいつが出てきてな。そういえば先生が政府に反旗を翻すって。ああ。今の政府はおかしいから革命を起こすってな。レボリューションはこの山口から始まる。明治維新の時のように。明治維新。あんたら茨城は見たかい。いや、聞いたことあるけど。三角州。要は川口でいいんだろうか。河口じゃないよな。川口に溜まった河口かも。河口に溜まった泥の上に立つ城さ。中部地方の大名毛利家は関ヶ原で負けた後、本州の端三角州にまで追いやられたんだ。お前たちのユートピアはそこだぜ、マヌケ野郎。てな感じで家康の野郎にな。私だったら後先考えず殴りに行くとこだが、毛利家は屈辱に260年間も耐え続けて、ついに明治維新の時にやり返したんだ。ロックだろ ?260 年諦めなかったんだ。徳川を倒すことを、政府を倒すことを。この山口はそういうとこだ。体制に歯向かう伝統がある。ロックなとこなんだ。ま、これは全部先生の受け売りなんだけどな。やっぱり一緒に戦おうよ。はあ？先生と私たちの志は同じ方向を向いてるから。そうだな、先生と話がしたい。はあ、そりゃ無理な話だ。え？私らは戦えない。戦う理由がもうないんだ。え、軍門に下ったとか。どういうこと？松林先生はもういない。 He's gone。 言っちまった。死んだ。 He's っていうことは男。行ったってどこに。 Heaven、 天国さ。え、先生は、松林先生は横乳。弟に殺されたんだ。あ、源の。あれは兄に殺されたのか。クエスト3。しっとりした BGM いいね。映像映像。あ、またダメなんだ。え、弟に殺されたの。後期とか総督とかじゃなく。ああ、先生を失った今、革命の志は途切れちまった。そんな、諦めるのはまだ。夏美ちゃん。誰。無事だったのね、よかった。ああ、見たことあるようなないような。お前どうしてここに。萩にいっぱい騎兵隊が出たって聞いて。Thanks。 こいつらと対峙してやったぜ。うん、はい。私たちは帝国歌劇団
松林先生に会うために萩に来たんだけどね。歌劇団って先生がおっしゃってたあの、なんかブラヒモがブラヒモが見えてるみたいなんですがあら、私ったら自己紹介もせずに。鳥取から来た砂原有乃と申します。鳥取だけに。強き心の看護師19歳。メイドとかぶるん。夏美ちゃんとは塾でのお友達なんですよ。松林先生のな。夏美ちゃんは見た目は怖いですが、これでも面倒のいいいい子なんですよ。おい、聞いてねえよ、余計なことまで話せない。あら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 、照れちゃって。夏美ちゃん、また戦うことにしたの、この帝国歌劇団の方々と。だとしたらすごく嬉しいわ。はあ、そんなことしても意味がねえ。革命は先生あってこそだろ。いえ、先生のお考えは私たちがついでいかないと。中国地方から日本を変えようって。言うな、もうザエンドなんだよ。だって今の総督はよ。世話になったな。けどここでさよならだ。悪いがお前らの力にはなれない。ファン。あらあら、もう強情さんなんだから。有乃ちゃんでいい？私は帝国歌劇団の桜志乃。私は青島風花、歌劇団のメカニックだ。なんで風花だけ。新しいお友達ね。こちらこそよろしく。松林先生について聞いてもいいかい？はい、松林先生には私と夏美ちゃん、他の子たちも合わせて5人の弟子がいました。けど先生が亡くなって仲良しの弟子はバラバラに。仲良しって自分で言うか。先生の死因って弟に。はい、先生を殺したのは弟の時田梅林、現在の中国総督です。ファン。お兄ちゃんが政府を倒そうとしてて、弟は政府の手先となってお兄ちゃんを殺したの。ええ、弟はその手柄で中国総督に。いや、さすがにそれは野心がすぎる。先生がお亡くなりになって、私たち5人は行き場を失って、夏美ちゃんは革命を諦めてしまいました。もう一人の子は自分の道に戻っていき、ハツカちゃんということを、残りの一人はバイリンさんについていっちゃったんです。マジ？え？先生の仇に。ええ、何を言われたのかは分かりませんが、ハツカちゃんはバイリンさんに利用されているようです。どうにか助けたくても、夏美ちゃんはあの調子で。はあ、私一人ではどうしたらいいのか。ねえ、アリノちゃん、私たちと一緒に行こうよ。私はアリノちゃんも二人も助けたい。司令。いいですよね、司令。しょうがねえな。本当ですか？それは心強いです。風花ちゃんもいいよね。ああ、がぜん興味が湧いてきた。指導者の才覚があって、量子甲冑の改良もこなす。研究資料とかあればぜひとも見せてほしい。あらあら、嬉しいですね。素敵な人でしたよ。書斎の中もぜひお見せしたいですね。なんですと。その書斎行こう。是が非でも今すぐに。風花ちゃん、目が怖い。ファン、まあ、ななみんな下がって。あ、もうなんで邪魔するかな。有乃さんは車に避難して、私の研究のためにも。はーい。うふふ、あら、猫ちゃん。にゃ、こっちにおいで、一緒に逃げましょう。緊迫感が急になくなったぞ。年上のお姉さんを守るぞ。おい、だから言い方閉まらないんだから。さくらしの妖怪、狼型。狼型だったのか。
うん、奏でる。2体ぐらい出てこないと。出てきた。次の曲。複数攻撃なのか分かんないな。了解、攻め込みます。ガーツ。ふぬぬ。うん、行くよ。さあ、決めた次の曲。出たな。了解、攻め込みます。同じラインなら当たるんだろうか。うん、奏でる。1体だけか。さあ、決めた次の曲。吹き飛ばされた。了解、攻め込みます。ポカポカします。ポカポカします。やりました。完璧な勝利。でもまだ足りない。クエスト4。まだ無理なんかな。まだ無理なんだ。指令。お、色が違う。ズババッとやっちゃいますよ。全力でいきます。土属性。うん、強めに。美しい戦術と共にコンディション。うざ。了解、攻め込みますか。ソルティ強い。こういう攻めどころ。奏でる。ウィーク。ラジャー、捉えた。だから強いのか。殲滅これなら。そういえば両方とも緑だわ。了解、攻め込みます。ふぬぬ。うん、奏でる。元気出てきた。次の曲。捉えた。了解、全力でいきます。美しい決め手見せるように。使ってしまった。嵐のように激しく、空を包むように壮大に、完璧のその先へ。でもなんかなんか高乱枠でいそうな感じだな。ご飯まだ。緑だし、旧式量子甲冑で出そう。こういうのウジルシに出そうな感じ。クエスト5。まだ無理か。戦いっぱなしだな。赤色？さくらしの妖怪。参りましょう。うん、攻め込むよ。レジストだ。ラジャ、そこ。攻め込む。スキル使うか。うお、食らうな、おい。司令、どうしますか。ていうか、ツツジ君の体力やべえな、これ。9800点。お腹すいた。ファイヤー。桜餅パワー。好きにしろ。了解、全力でいきます。やりました。これなら、いける。回復、ここで。ここで役に立ったか。了解、攻め込みます。ガーッ。つえー、ほら、強めに。ああ、ここから狙おう。ウィーク。弱点と弱点っていうこと。了解、攻め込みます。お互いに弱点ってそんなことあるのか。やりました。装填完了。そうか、シノ君は、あ、そっか、スキル使ったからか。了解、全力でいきます。うん、行くよ。強めに。ああ、そこ。ここから狙おう。ノー、生き残ったよ。赤色やばいな。ポカポカします。了解、攻め込みます。ポカポカします。やりました。攻め込む。再攻撃。美しい戦術のために。ラジャ、ポカポカします。攻め込む。そこ。倒しきれない。了解、攻め込みます。します。やりました。上々の戦果だ。パフェをおごってくれてもいいんだぞ、司令。
でかすぎる。クエスト6、第1話の終わり。無理なんだ。ちょっとでかいな、ツツジ君。全部やっつけました。えらいぞ、しのくん。やったー、わーい、褒められたー、やったー、うっし。じゃあ今度こそ書斎に。あ、夏美ちゃん戻ってきてくれたのね。勘違いすんな、騒がしいから来ただけだ。てかこんなとこにまだいたのか。ええ、先生の書斎を見てもらいたいなって。は？こいつらにか。すごい人なんだよね。一緒に日本を救いたかった。だから私たちもその意思を受け継ぎたい。お前らに先生の何がわかるんだよ。先生はロックだった。すげえ人だったんだよ。一緒になんかするんじゃねえ。夏美ちゃん、この人たちもきっとすごいわ。先生と同じ方向を向いている、そんな気がするの。どうだかな、あれ、これ二の腕にほくろあんのか。ところでよ、書斎を見せるのは無理だぜ。あそこには鍵がかかってる。お前だって知ってるだろ。壊せばいいじゃない。ええ、開け方は先生しか知りません。でももしかしたら経年劣化で入れるかもと。のんびりしすぎ。やれやれ、ありえねえよ。そうなってたら直してるぜ。はあ、困ったわね。別に鍵を開けても構わないんでしょ。はこんなのちょちょいよ。ファン、困った時の風花ちゃんってね。あらあら、すごいわ。泥棒さんでしたの。エンジニア、技術者、機械が得意なの。謙遜しちゃって。だから違うってのに。いいからGOだ。フィギュア欲しい。すごい、風花ちゃんの部屋みたい。いやいや、私の部屋もここまでじゃ。ん？これ蒸気制御用のバルブ？こっちは量子甲冑のミニチュアモデル。かあ、直接話を聞きたかった。話は聞けなくても資料は残ってんだろうが。ってなんて書いてあんだ？達筆すぎて読めねえ。あらあら、これは見事な崩し字ですね。嘘でしょ、読める字で書いてくれ。うんうん、読めるんかい。意外と天才だよな、しのくん。ついてはことごとく手はずを試みたるをもって。うわって読めんのかいや。崩し字の読み方はババ様にみっちり教わったから。はあ、孫娘の私はちんぷんかんぷんだけどな。未来の収奪を防がされる、されは、かの運命来たるも、ぜひもこれなく。先生ったら、ずいぶん古風ね。お経を聞いてるみてえだ。以上、中心より憂うものなり。ふぅ、どう？風花ちゃん。要するに、だ。このままだと、何かやばいことが起きるって内容だな。それも、そんなに間がなく。うん、先生は心から心配してる。ただ具体的に何が起こるかが書いてないんだよね。あらあら、他の手がかりとなると。刀、はあ、書類の山に埋もれてるかもしれねえな。うっし、しゃらい、ここは掃除と思って。あ、うん、ってなんだこの音。みんな外にまた敵が。ほら、うわー、資料を読むの邪魔しようってか。そういえば先生がおっしゃっていました。あれらは奪った霊力で動く人形。
だから退治するとみんなの元に霊力が戻ると。よーし、そういうことならバンバン倒さないとですね。書斎を守り抜くぞ。ああ、これ以上荒らさせないよう。さくら氏の黄色かがります。妖怪攻め込みますかします。ガーッて弱いね。やりました。ベストコンディション。2体近いな。至近距離じゃん。了解、全力でいきます。ああ、狙いから狙おう。全員の攻撃で倒せるか。ノー、行くよ。強めに。了解、攻め込みます。進撃すれば問題なし。捕らえた。ここから狙おう。殲滅完了。装填完了。でかい、行くよ。強めに。強化騎兵。了解、ポカポカします。ああ、捉えた。リンクができる。指令、指示して。桜餅パワー。倒しちゃうかな。お腹すいた。容赦はしない。全力で行きたまえ。屋上のパフェ期待しているぞ。うん、好きにしろ。あがっちめだこれ。あ、倒しちゃうか。了解、全力でいきます。倒しちゃった。やりました。やった、帝国過激団大勝利です。書斎が他の機体に入られたのか。はあ、先生の書棚がめちゃくちゃですね。やれやれ、資料も泥だらけだな。これじゃあ完全に解読することができなくなったね。はあ、あいつら先生との思い出の場所、またバイリンの仕業か。あいつは、あいつだけは絶対に許せねえ。夏美ちゃん、不幸中の幸いでこいつは無事だったか。うん、それ時計なのかな。かなり精巧なね。数字は減っていってるけど、予言まで残す人だし、これの意味を考えると終末時計じゃないかな。ふんふん、だよね。おそらくはこれがゼロになる時、先生が予言した何かが起こる。他に何か手がかりが残ってないかな。探すだけ無駄かも。敵さんに何か持っていかれたし、タイムリミットまであまり時間もなさそうだ。早急に原因を突き止めないと。だな。夏美ちゃん、一緒に来てくれるでしょ。はあ、いや、ごめんだね。先生以外のやつは私は信用できねえ。先生がいなくなった時点で私の革命は終わったんだ。ロックはなんだ、ニックンに使えねえんだよ。使えねえんだよ。やれやれ、頑固だね。夏美ちゃんはハツカちゃんを助けたくないの。あいつは自分の意思でバイリンについていった。もう仲間じゃねえ。ハツカちゃんはまだ14歳の女の子よ。だからきっと政府に騙されて。夏美ちゃん、わかるわよね。私は、いや、ここでグダグダ言うのはロックじゃねえな。私はブレない。ありのは好きにしな。もう。夏美ちゃん。よし、わかった。あ？ハツカちゃんは私たちが助ける。アリノちゃんと一緒にですよね、司令。夏美くんのためにもね。ああ？何様だお前。凡人にできるわけねえだろ。夏美ちゃん、先生が言ってたわ。人を観察するのは目から。胸中の正しさは瞳の明るさによってわかる。だから、次に会った時まっすぐ見てあげて。司令さんの目を。
しのちゃんやふうかちゃんの目を見て、え、絶対目そらしちゃうんだけど、恥ずかしくて。まっすぐそらさずに、キョドって。でかい。皆さんお待たせしました。いいの、アリノちゃん。ええ、これでいいんです。私たちが前に進むためにもこれで。うん、夏美ちゃん、ハツカちゃんのこときっと助けてくるからね。じゃあ行ってくるわ。少林館をよろしくね。ああ、行ってこい。私はここで待ってる。私の楽園を守りながらな。よーし。司令、号令お願いします。可愛い女の子を助けよう。言えねえ。総督とか初香くんのいる島根に向かおう。了解。信じさせてみろよ、私に。あんたと先生が同じものを見てるってことをさ。結構ノリノリで言ってるやん。こうして僕らは少林館を後にした。少林先生の残したメッセージ、彼が何を伝えたかったのか、島根に行けばわかるだろうか。終末時計、残り101時間19分。